調査兵団の兵員不足の件だが、何かいい解決案を考えてきてくれたか。なるほど。その中で君が一番いいと思う案はどれなんだ。人を増やすのではなく、今いる人材を最大限生かす方法を考えるということか。確かに調査兵団の中には様々な技能に秀でた人材が多くいる。そういった人材をリーダーにして各分野の技術向上を図れば、結果的に組織全体の強化につながるだろう。ではリーダーとしての適性がある人材と実際に話して具体的な計画を練ってみてくれ。作戦立案の方法や手順について僕がみんなに指導をできるかな。でも僕で役に立つなら。私も喜んで協力するよ。馬の世話には自信があるし、みんなに教えられることもあると思う。少数精鋭の組織作り計画も進んでいるようだな。この計画が実を結び、安定して戦果を上げられるようになれば、おのずと入団志願者も増え、兵員不足を解決できるかもしれない。そう考えれば、最初の一歩を踏み出したことは大きい。たとえ小さな一歩でも、まず踏み出すことが大切なのだと私は思う。そのことは、君も常に頭の隅に置いておいてくれ。二人とも見てたぞ。お前らの動き、本物の巨人と戦ってるみたいだったな。うん、実際の巨人の動きまで想定して動いてみたんだ。そういうことか。確かに模型の巨人だと思うと、一人で正面から突っ込んだりしちまうもんな。訓練の趣旨とは違っていたかもしれないけど、どうしても連携を試したかったんだ。なるほどな。お前は根っからの指揮役なんだよ。俺ならお前が指揮する班に入りたいね。私もマルコの班がいいです。生き残れる気がしますからね。
俺もマルコにあやかりたいな。お前らの動きを見ていて俺も思うところがあったよ。じゃあ見ててくれたんだね、マルコ。お前ならきっと優秀な指揮官になれると思うぜ。僕はジャンの方が指揮役に向いてると思うんだ。なんでだよ。怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろ。大半の人間は弱いけど、それと同じ目線から放たれた指示ならどんなに困難であっても切実に届くと思うんだ。ありがとう。これからはまた上位を目指して頑張るよ。そういえば君はもう志望陛下は決めたのかい？君は勇気があるんだな。この先進む道は違うかもしれないけど、お互いに人類の役に立てるような兵士になろうな。あるんだ。意見があればいつでも来い。なんだ、お前もサボってんのか。へえ、真面目なやつだな。調査兵団の任務はきついから、休めるときに休んどかねえとな。でも任務がない日は訓練兵団にいた頃よりも気楽かもしれませんよ。教官がいないですし。それは言えてるな。俺なんてキース教官は巨人の次に恐ろしいんじゃねえかと思ってるくらいだ。誰が巨人の次に恐ろしいんだ、スプリンガー。あ、お久しぶりです。じゃあ俺たちこれから自主訓練があるんで
な、サシャ。そうなんですよ。あ、もう行かないと。教官、失礼します。あいつらは相変わらずか。おい、他の104期生も元気でやっているのか。そうか、それなり程度でちょうどいい。常に緊張感を持っていなければ兵士は務まらんからな。しかしあの二人を見ているとどうも不安だな。どんな困難な状況であれ、兵士なら逃げ出すべきではない。訓練兵団を卒業してたるんでいる者がいないか様子を見るとしよう。話さないか。じゃあ待ってたんだ。